今日は何作ってるの？はね、親子丼ぶり。そう、なんか初めて食べる気がするな。あんまり作らないよね。あんま作らないかな、久しぶりに作るだよな、細切れを買ってきて作ってもいいんだけど、ちょうどこれがあったから、桃で今日は作ります。2人だから2個使います。1人の時はいいか。もう1個使ってもいいな。3個使おうかな今日は。もう1個持ってこよう。どれぐらいやんの？鶏肉が、おネギと鶏肉がまだ色が変わってないから。火がちゃんと通る。火がちゃんと通るまで煮る。これが砂糖。よく溶けたら、お醤油を。少し残しといてね。少し残しとくんだ。なんで？2回に分けて入れる。なるほど。それでどういう目安で入れる？でちょっと半熟状態にね。じゃあ2回目はどのタイミングで入れる？これが少し煮上がったかなって、ほらちょっと色が変わってきたでしょ。そのタイミングで2回目を投入。そして蓋をしてしばらく煮たら火を止める。この余熱でね、卵に火が通るように、その間にご飯を準備します。あ、鍋ごと冷やしてあるの。これお昼の大根の漬物。固まってるコラーゲンで。そんな固まっちゃう？でもほら、お醤油やなんかかければ大丈夫。これでいいね。こうやって蓋を取って、ここにお醤油とお酢を入れれば、
悪い一日の夕飯だよ。